本日、新メンバーと私たちの新グループ名を発表したいと思います。わー、皆さんこんにちは。こんにちは、カイナです。カイナのまりです。チャンチーです。はい、よし頑張っていこう。はい、ちょっと待って、ちょっと待って、違うんだよ、いつもと。何か違う、違うじゃん、一人多いじゃん、どう考えても。なんか黒い人いるじゃん、すごい、なんか隣にあ、じゃないんだよ、お前。ということで、本日新メンバーと私たちの新グループ名を発表したいと思います。わー、ついにですね、新グループ名も発表しています。なんと新メンバーは、そう、まだ秘密。そう、秘密。でもなんか今までさ、3人でやってたからさ、なんかどう接していいか分からない急にさ、なんかなんていうの、急に妹ができたさ、家庭みたいな、まあね、お姉ちゃんの気持ちになってる今そうだね、まあでも確かにうちらはさ、一応さ、そのバラモンからやってきて、グループに行くわけだけど、こっから入ると、うわ大丈夫ですか？いろいろね、いろいろ大変だと思うけど、これからね、一緒に、頑張りたいからさ、ちょっとうちらさ、やっぱ目指してる一つの目標をさ、目指してるじゃん、それを一回さ、確認した方がいいんじゃない？そうだね、まあ新メンバーの子もちゃんとさ、そこに気持ちがさ、向いてるのかさ、やっぱ確認した方がいいよ。あ、疑ってる？まだちょっとまあね、気持ちね、大事だから、その全員でね、やっぱ同じ方向向くって大変だから、本当に、まあ、入ることにはなったんですけど、まだ撮影とかは今日が初めてなんで、まあ、一応ね、今日初日だから確かめておこう。これからやっていけるのか、一緒に。そう、あ、すごい、これから入ってから確かめる。そう、もう入ることは決定したんだけど、まあ、一応ね、念のため確認しておく作業。え、それダメってなったら、ダメってなった場合、まあ、もうちょっと一回考えるちょっと待って、それやばい、それ、まあ、なんないことをね、頑張ろう、大丈夫だよ、頑張ろう、頑張ろう。ということで、本日新メンバーと一緒に待ち合わせゲームをしたいと思います。おお、待ち合わせゲーム。待ち合わせゲームとは、それぞれが17時、18時、19時と1時間ごとにお題に合わせた場所に向かいます。クリア条件は全員が同じ場所にたどり着けた場合クリアとなります。また新メンバーは特別ルールとして、2人と待ち合わせできた場合はマスクを外す、全員と待ち合わせできたら顔と名前を公開します。あ、すごい大量の人が。じゃあ今から最初のお題の場所に行きます。はい、それでは初の YouTube です。4人、はい、頑張ろうね、頑張ろう。それでは待ち合わせゲームスタート。はい、ということで、みんな行けるね。じゃあまず私から。じゃあ私が出たら5分後に誰か行って、また5分後。じゃあ行ってきます。はい、それでは行ってきます。なんだこれちょっとみんな、寂しい。やね、私こっからずっと一人、うん、バイバイ。やだ、いや、みんなもだから会おうね、頑張って。頑張ろうみんな、うん、バイバイ。バイバイ。待ち合わせようね、みんなで。頑張ろう。緊張する。バイバイ。バイバイ。行きます。行きます。いらっしゃい。バイバイ。バイバイ。うん。頑張って。ありがとう。会おうね。行ってきます。じゃあね。はい、じゃあ私も向かいたいと思います。行ってきます。
開いた開いた開いた。何なんて書いてある？待ち合わせの場所とは。待ち合わせの場所？なるほど、こういう感じなんだ。こういう感じのお題ね。いや、事務所じゃない、やっぱ事務所な気がするけど。毎日だって事務所に集合してんだよ。事務所以外なくない？これ事務所、事務所行きます。戻る戻るよ、もう事務所戻ってきましたが、どうしよう、暇だし、なんか何しよう。5時1分。はいはい、じゃあこちら、タイムアイトマリンさんのパンツです。じゃあ、すす剤やります。めっちゃ塗ろう。あ普通こっからなのにさ、なんか間違えてさ、こっから出しちゃった。だからすごいつっちゃった。寂しいね、アーリー、誰も来なくて寂しいね。待ち合わせ場所といえば、いや、あります、あります。なんか池袋ではない。とりあえず待ち合わせ場所に行きたいので切符を買います。ちょっと久々に切符買う方は正解。めっちゃ漏れてるな。はい、僕が行くのは。ここで現状を整理する。チャンチーは事務所に再び戻り待機、そしてカイナは待ち合わせの名所渋谷駅に向かい、ハチ公前で17時を迎えるようだ。なるほどね。待ち合わせの場所、待ち合わせってそんなに私しないんだけどな。駅前ぐらいしか思い浮かばないな。うわっ、やばい、やばい、やばい、ちょっと誰か。はい、はい、ということで行きました。池袋西口の駅前のスタバです。絆を確かめるどころか全く波長が合っていない3人であった。めっちゃでかい声でやれるか。じゃーん、じゃーん、じゃんちー、マーリー、マーリーはジャスコか。新メンバー、新メンバー、まだか。はい、ハチ公前誰も来ませんでした。悲しすぎる。みんな渋谷以外どっかある？上京したての新メンバーと一瞬波長が合いそうになっていた。どうしようかな、そしたら。これ2個目もう開けたいと思います。誰も来ないので
じゃん。何？アイドルをやってきて思い出の撮影地といえば、思い出のとこありそうだよね。あ、結構あるかも。うん、撮影地か。でも私もあるやつやってたから、思い出がめちゃめちゃこびりついてるから、公園とかかな。あ、そうですよ。あ、はい、ということで、すき家にね、着きました。はい、やった。そう、公園に行く前にね、ちょっと山崎さんに会いたいんだけど、私山崎さんに会った時にすき家を渡したので、ね、これ食べてくださいって。そう、だからすき家を渡したら山崎さんも私のことを思い出してくれるんじゃないかなっていうことで。説明しよう。山崎さんとはマリンがホームレス時代に知り合いになり、なぜか1000円をくれた命の恩人である。一つで手前で召し上がり。あ、持ち帰りで。それでは目当たったら入渡したいと思います。緊張する。うわ、何も見えないね。緊張する。あれ、待って、ええ、まあ、ちょっと今山崎さんの住処に着いたんだけど、工事中になってて、いなくなっちゃった山崎さん。ええ、めちゃめちゃ寂しいんだけど。マリンの師匠である山崎さんの住処は一年の時を経て亡くなっていた。はい、ということで今ね17時59分ということで、あともうちょっとね時間があるので来るまで待ちたいと思います。誰かを、カイナちゃんに会いたいね。会いたい。来るかな、うん、くれるといいんだけど、本当にね。いや、ある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 、これだけはマジで明確にあります。なので、もうまずそこを向かいます。そのアイドルだけじゃなくて、その YouTube の撮影とかも含めて思い出だよね。あ、こんにちは。はい、ということで、着きました、東京駅です。とりあえず、東京駅のね、向かいたいところがあるので、やっぱカッパの格好しないとわかんないかな。あー、ちょっと来る気配ないかもしれないですね。説明しよう。カイナはカッパ姿で鬼ごっこをして逃走していた際に、チャンチーとニアミスで捕まりそうになった場所が東京駅のバスターミナルなのである。帰ろうかな、仙台。このバス乗ってカッパとして行けるかな。誰もいませんでした。チャンチーも時を同じくして TikTok でよく撮影する池袋サンシャイン通りにて待機していたため合流はできず、早くも先が思いやられる展開に。
18時あ、18時？ああ、マジで？うわー、ダメか。どこ行ったんだろう、みんな。だろう、あれかなと思った今。あのよく私たちがライブやってる新宿マーブルっていうライブハウスがそこかな。いや、みんなそこかな。いや、でも私はその聖地が一個あって、デビューした時にやったライブハウスはなんかまあ聖地っていう聖地かな。だって私が始まった場所だから聖地ってここかな。あ、私マリンもか。マリン来る？下北。え、行く？もう誰もいないのに行くとか言っちゃった。え、新宿とどっちなの？どっちがいいかな。やばい、待って、わかんない。新宿か下北か。はい、今からマーブルに向かいます。いや、マジで次こそ会いたい。聖地って事務所説もあるよな。どう思います？皆さん。まあでもマーブル、やっぱうちらはYouTuber じゃないんで、聖地を撮影場所とかにあんましたくない。私はね、撮影場所とかよりやっぱでよく立ってた場所がいいなっていう思いも込めてマーブル、マーブルさんです。誰もいません、マーブルさん。マーブルさんです。マジで？こんなに会わない？めっちゃ悲しいよ。やんでるね。着いた？気合いないね。え、マジで会えないかな。スイッチになった。マジ？もうちょっと待ってみる？ちょっともうちょっと待って。もしかしたら待ってるかもしれない。待ってるかもしれない。池袋いたの？うわ、マジで？
やったー。え、私さ、あれ迷ったんだけど、新宿と下北で迷ったらめっちゃ、あ、そうなの、なんかマーブル行こうかと思ってて、なるほどね、うん、でマリならなんかあの今日さ下北でさ始まったじゃんとか言いそうだなと思って下北で、わっすごい、イエーイ、会いました。ちょっとね、チャンのことがよぎったのよ、あいつ死んでいくんじゃないかって、まあいいかなえ、よかったって、いや、そうだよね、チャン新宿行きそうだよね、そう、まあ、うちらの記事だったんで完璧なんでどうするも、これ収入かな、ね、チャンチーだけ絆がまあ、ちょっと確かめられなかったって脱退入れ替わりはい、じゃあ私とマリンと3人会ったので、はい、マスクを外してください。うわ、じゃあ、はい、マスク外します、はい、オープン。うるさいよえ、なんかやばい、めっちゃえ、やばいミスった、反省会しようか。結構ショックっす。じゃあ、検討が出てこない。あ、あと、4個目です。開けます。じゃん。はい。お、私たちが目指している場所は、封筒を開けていきたいと思います。やってんな。これはね、理由があるよ。ちょっと説明するのね、ちょっとあれだけど。いくよ。お、でん、せーの。私たちが目指している場所は、あの頃。え、これは大丈夫だ。待って、これは絶対大丈夫。これはでも、いやもう一つだね。そうだよね。一つだね。来るよ。来なかったらもうダメ。それは写真もダメ。写真だ。目指します。みんな合ってんのかな。めっちゃしんどい。え？いないね。マジで助けてほしい。え、マジでどこ？わかんなすぎる。いや、誰もいないよ。いや、なんで誰もいない？どうすればええ？これ。あれ？あ、いた！待って、いた！マジ涙。あ、会いたかった。あったー、やったー、やったー、やったー、待って、みんな一緒だったもん。うん、いいよ。うん、よかり、イエーイ、やったー、やったー。はい、ということで無事全員集合しました。やったー、ということで新グループ名ここで発表したいと思います。いきます。大丈夫せーの、ブルーコーンありがとう。ということで、事務所戻ってきたんですけれども、先ほど言った通り私たちのグループ名がブルーゴーツに決まりました。おー、やった、かっこいいね、めちゃくちゃね、色ついてね、私たちチャンネル名が今までバナモンチャンネルだったんですけど、あのブルーゴーツになるにあたってチャンネル名も変えることにしました。
ということで、ブルーゴーツというグループ名に伴ってチャンネル名も変更します。バナモンチャンネルから青ヤギチャンネルに変わります。おお、かわいい。ブルーゴーツのブルーが青で、ゴーツがヤギなので、まあ、それで青ヤギチャンネルになります。かわいくなりました。これからも青ヤギチャンネルとしてお願いします。お願いします。そして私たち前々からお知らせはしていたんですけど、11月7日デビューライブがあるんですけど、それの場所が下北沢ウェーバーというライブハウスでやることになりました。あのチケットですね、追加販売とあとキャンセル分が25日の21時から本当に少しなんですけど販売されるので、よかったら概要欄から25日21時覗いてみてください。お願いします。お願いします。みんなに遊びに来てほしいね。本当に秋が大事だよね。大事、歴史が始まる。本当によかったら遊びに来てください。そして、私たち Twitter の公式アカウントかな、うん、があの新しくできたので、それも概要欄に貼ってあるのでよかったらフォローしてください。今後いっぱいお知らせすると思うので、YouTube より早いかな、Twitter とかの方が。なので、よかったらいち早く情報を追うために皆さんフォローしてください。お願いします。お願いします。じゃあ最後にサングラス取って自己紹介しよっか、うん、大丈夫。めっちゃ緊張する。めっちゃ緊張するね。じゃあ頑張れ。外します。はい、はい。ハルトです。よろしくお願いします。お願いします。私のツイッターアカウントもあるので、よかったらぜひフォローしてください。はい、お願いします。お願いします。これも概要欄に貼ってあります。はい、でよかったら私たちの3人のツイッターもフォローしてない方フォローしてみてください。お願いします。お願いします。はい、これからこのブルーゴーツというグループで3年以内に横浜アリーナ埋めるの目標にやっていきます。これからも応援よろしくお願いします。お願いします。そしてですね、我々ブルーゴーツの楽曲が1曲だけ公開されています。うわー、すごいね。なんか本当にみんなで気持ち込めていっぱい練習して作った曲なので、よかったら概要欄か聞いてみてください。もう概要欄覗けばもう全部そうだ、ね、今言ったことが全部見れると思うので、あの概要欄ぜひ見てください。お願いします。お願いします。